ゃ、米袋おしゃれですね。はいはい、私が考えた米袋なんですよ。私がデザインしました。じゃ、日本の伝統模様に似てますが。うん、そうですよ。日本の伝統模様を利用してこなしてデザインを私がしました。だからあのこのデザインの意味は、ちょっと待ってね。米は良き、良き米は藤井の米とデザインされてます。すぐにその藤井の米の字が逆に似てますが、どういう意味ですか？あ、これは藤井の米。C が左羽になってんのは普通右羽が C やねんけど、右羽の C は死を意味する。この左羽は生きるっていう意味をするので逆羽にしてあります。コミヤじゃなくてデザイナーになりますね。そこまではいかんけれども、私の思った通りただやってるだけなんですよ。まあまあ無理無理無理。その模様は今でも通用するデザインですね、うん、そうですね。私こんな日本手ぬぐいを作ったんですよ。これもあのちょうどこのデザインは、右肩上がりになるようにっていう形でデザインしました。米袋。その手ぬぐいはタオルの代わりに使うんですか、うん、そうですね。お風呂で体を拭いてもらったり手を拭いてもらったりしてもいいですし、他にあのこんなとあの、のれんに使ったりとか。それで今は、下向いてよーっと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 、こんなエコーバッグとか、それからマスク、ちょっと見えないかなっていうことちょっと止めてな。この他にはこんな、ちょっと待てよ、こんなマスクもにも利用してます。はい、どうだ。